人質というものを使いこなしてだね、横田家を王軍に従わせたのだ。すごい。おお、見事な策。この小川には思い至らぬ。そうだろう、我が輩はできる紳士だからね。我が輩の手柄を知りたいかい？なんと横竹を味方にできそうなのだよ。それにしても武骨な鎧だね。我が輩のように気品を身につけたらどうかね。景気づけだ、もっとのろしを上げよう。井戸をのぞき、カエルに飲まれる物悲しさよ。行くぞ、敵軍に報いる一矢となるまで。この調子で全部取り戻すぜ。つい戦の手を止め、見とれてしまいまする。勝負の記念に我が輩小物を買わないかね。まったくもっていい香りだね。まあ三成よりは優しくしてやろう。みんなの不安はわしが拭う。見ていてくれ。三成めいて言えばな、健やかなものは気に食わぬ。あいつ笑いやがった。いざーって囚われたまえ。我の底を知りたい。アブカよりも醜い。我が何をすれば主の魂は死に絶える。よい知れたまえ。戦火を広げる西軍なんかに負けてたまるか。ならぬ、この道だけは。この天下分け目にて我に分かるのは、主を放っておいても問題ないということだ。え、これ天下分け目？もう最終決戦なのかね。家康君、ことを起こすのが早すぎるよ。
延期延期。モガミテン、東軍として動いてくれたんだな。当然、我が輩と家康君の仲ではないか。ここは三成との決着の場、手出し無用だ。そこまで進んでるのかね。早いところ我が輩の功績を認めさせねば。家康、この神聖なる復讐の場に道化師など呼ぶな。我が輩は素敵な道化師、貴公らを魅了してやまないのだよ。道化、貴様など眼中にない。え、我が輩が眩しすぎて見えないのかい。家康君、総大将はどんと構えるものだよ。我が輩の活躍を見守ってはくれまいかね。仲間のために拳を振るうのも総大将の務めだ。せいてはことを損じると言うじゃないか。この日を待ち続けた私にそれを言うか。せめて休憩時間を取ってはどうかね。ほら、九泉の昆布茶が美味しそうだろ。大神、少し黙ってくれないか。家康くん、貴公の瞳に我が輩を映したまえ。我が輩の話に耳を傾けても罰は当たらない。家康くんも高橋くんも酔いしれたまえ。まったくもっていい香りだね。いただきよ。こうなったら最終手段だ。イエス、三成、我が輩。こーん、最上義昭はまたも日の本上空を飛行していた。宿命の対決を続ける家康三成に全く相手にされなかった最上、誘拐した前田松にも知らずのうちに逃げられた最上、そんな最上義昭の波乱に飛ぶ物語は続くのである。無くなる我が輩、新たなる飛翔。